どうも、ヨネです。あれが届きましたよ。じゃじゃん。EOS M6 Mark II。来ました。これを開けてみます。説明書。ストラップ、バッテリー、充電器と、はい、出ました。持った感じは結構ずっしり、バッテリー込みで 405g って書いてありましたね。これだけだと僕は M マウントのレンズを持ってないので、じゃん、これも買いました。マウントアダプターですね。トリセツかな？マウントアダプター、説明されるまでもないと思うけど、はい、こういうものです。これをここに、こうすると E マウントが付けられるというわけです。ここにね、三脚穴が開いてます。この状態では立ちません。一応これのどちらかを使おうと思ってるんですけど、こっちがシグマの1750、2.8透視で、これは APS-C 用です。で、こっちがキヤノン1635F4 です。重さはこっちが 615g だったかな。まあシグマの方が多少軽い感じはするけど、どっちも大口径なので、まあどっちでもいいかなと。ただセンサーが APS-C なので1.6倍焦点距離ですね。こういう感じで、まあこのモニターがフリップする以上は自撮りをしないわけにはいかない気もしますが、どうですかね。まあでも、このね、1DX よりは、だいぶ、コンパクトで、いいんじゃないでしょうか。こっちは、こうですからね。これは縦繰りがあるので前に倒れます。置いた時にこのフードがどうしてもつくので、ここにパーマセルテープを貼って、まあバンパーですね、ここはもう地面に当たるっていうことで僕は貼ってます。まあこういうふうに置くこともあるけど、まあでもこれは、まあレンズが重いからだな。この 1DX ボディが確か 1.3 キロぐらい。今これバッテリー入ってないですけど、
もうこうすると手首がどうにかなりそうです。こっち、そう考えると、EOS M6 Mark II はボディが 405g、 バッテリー装着時だいぶ軽い。これ合わせても1キロないぐらい、まあ1キロぐらいかな。これだったらもうだいぶ軽量コンパクトなんで、街中撮るにはこっちがいいかな。まあ動画も、動画用として、 1DX も動画悪くないですけど、重いのでもう体がおかしくなります。なので軽い動画用のカメラが欲しかったっていうのが購入の動機です。で、まあ、APS-C のセンサーなんで、写真も動画を撮りつつ、まあ、写真を撮りたくなれば写真も撮れるかなと。で、APS-C のレンズ、昔 EOS 40D を使ってた時に使ってたんですけど、処分しないで置いてあったんですね。まあ今日は開封だけで、明日出かけると思うんで、その時に動画も写真も撮り比べはしないです。両方は持っていきません。こっちだけ持っていきます。レンズはまだどっちにするか考えます。